大崎フォレストビルディングは東京都品川区に所在する超高層ビルである。東洋生館グループホールディングス及びそのグループ企業が本社機能を置く。大崎駅から徒歩6分、五反田駅からは徒歩8分のこの地には1920年に創業開始した東洋生館東京工場があったが生産機能を横浜工場に統合して2000年に閉鎖した。 2004年から2009年にかけては駐車場やキャッツシアターとして暫定利用されてきた。2009年11月から約2年の後期で東洋生館の新本社ビルが建設され2011年12月に竣工した。当面と西面の規則的に並んだ縦の日射社兵ルーバーのあるカーテンウォールが外観の特徴をなすがこのルーバーは 外壁清掃用ゴンドラの昇降機能を合わせ持つ。中心部には吹き抜けが設けられ、自然光の取り入れや気圧差を利用した自然換気の機能を持つ。キャスビー認証は S ランクを取得し、第29回空気長は衛星工学会振興賞技術振興賞2013年日本コンクリート工学会賞作品賞などを受賞している。地上フロアのうち、 1.2階と14階より上は東洋生館のグループ企業が入る。1階は総合受付及び陽気文化ミュージアム。15階にグループ受付や商談向けのイノベーションギャラリー。18階に東洋ガラス。19階から21階にかけては東洋生館がオフィスを置く。14階には社員食堂がある。3階から13階にかけてはテナントフロアで。 日本総研が入居する。容器文化ミュージアム、2019年から2020年の企画展2012年4月11日には、東洋生姜本社機能に併設される形で、企業ミュージアム、容器文化ミュージアムが開館した。食品や日用品などに用いられる容器の歴史と進歩、暮らしとの関わりを、年表や実物の展示、クイズやゲームを交えて学ぶことができる。 原則として土日宿日休館、入館無料。大崎フォレストビルディングの名称は敷地内に多くの樹木を植栽し、都市の森を目指したことから名付けられた。ハビタット評価認証制度に基づく緑地割合は33.7%。敷地抜きた西南側は公開空地とし常緑樹や紅葉樹が植えられている。 潜在自然植生を考慮した目標植生として、北、南側は井ノ出田武野木群集、西側は鬼縛り小奈良群集を中心に選定されているが、東洋青函創業者である高崎達之助ゆかりの小川桜や白飛松も植えられている。陽気文化ミュージアムに関するカテゴリー。ありがとうございます。